プロサウロロフスは白亜気候期の北アメリカに生息したハドロサウルスカノ族である。少なくとも25体分の2種に属す化石により知られており、これには頭骨や他の骨格が含まれるが不明瞭である。体長は約9メートルで、化石はカナダ。 アルバータ州のダイナソーパーク類層の上部白亜系の上部カンパニアン海とおおよそ同じ時代のアメリカ、モンタナ州のツーメディスン類層から発見されており、年代は7600万年前から7500万年前である。尾骨により形成され、目の前に突き出した小さな角によって識別される。タイプ種はピーマキシマスで1916年に、 アメリカ自然史博物館のバーナム・ブラウンによって記載された。第二の種 P ・ブラック・フィテンシスは1992年にロッキー博物館のジャック・ホーナーによって記載された。二種は主にトサカの大きさと頭骨の比率によって、P ・マキシマスの頭部復元図人との大きさ、比較プロサウロロフスは頭の大きな、 カモノハシ恐竜で最も完璧な記載された標本では、頭長0.9メートル、全長8.5メートルである。目の前にが眼状で短い三角形のトサカを持っている。トサカの側面は、へこんでくぼみを形成している。上腕は、比較的、短かった。他方で、ハドロサウルス赤のハドロサウルス類としては平凡である。ハドロサウルス類のほとんどすべてが、 頭骨全体の前面は平らでくちばしを形成するために外に広がったっており、北米の森で葉や小枝を刈り込むのに理想的形をしていた。口の中には食べ物を飲み込む前にすりつぶすために何千もの葉が収納されていた。2種は土坂の詳細で異なり、側面は P ブラックフィテンシスでは P マキシマスより勾配があって高かった。少なくとも P ブラックフィテンシスでは トサカは成長に伴って目に対して後方へと移行した。その名ゆえにプロサウロロフスはしばしばサウロロフスと関連づけられる。しかしながらこれは議論がある。これらが禁煙であるとみなす者も,もいれば一方でブラキロフォサウルス、エドモントサウルス、クリポサウルスやマイアサウラとより禁煙だとする者も,もいる。これらはハドロサウルス赤で、つまり中空のトサカがない。 ハドロサウルス類を意味する。右のクラドグラムは、ジャック・ホーナーとデイビッド・ワイ・シャンペルとキャサリン・ホースターによるザ・ジノサウリア第2版での2004年の創設に基づいている。この創設では、プロサウロロフスはグリポサウルスに最も近縁である。これは数多く提出されているハドロサウルス科のクラドグラムの一つである。1915年著名な古生物学者である。 バーナム・ブラウンはアルバータ州近郊のレッドディア側でアメリカ自然史博物館用にカモノハシ恐竜の化石を発掘した。彼は1916年にこの標本を新属プロサウロロフスとして記載した。ブラウンの名前の選択は1912年に彼が記載したサウロロフス族との比較によるものである。サウロロフスは似ているがより長くトゲのようなと坂を頭部に持っていた。 この化石は、噴部が損傷しており、誤って長すぎる復元がなされていたが、しかしすぐに正しい姿をしたより良い化石が発見された。完璧に近い頭骨と骨格が、ウィリアム・パークスにより1924年に記載されている。この種には25個体が知られており、これには少なくと他の部分化石も持つ7つの頭骨が含まれる。 第二の種 P ブラックフィテンシスは、ロッキー博物館の標本に基づいており、これは別の著名な古生物学者、ジャック・ホーラーによって記載された。この標本には3体か4体の別の個体の異物が含まれており、モンタナ州のグレーシャー群で発見されたものだ。この場合、プロサウロロフスのボーンベッドで発見されており、少なくとも一時期この動物が複数で一緒に、 生活していたことを示す。ボーンベッドは、干ばつ時に、水源の近くに集まった動物のグループを反映するものと解釈されている。ハドロサウルス類の多くの種が統合されているが、この種は、直近のレビューにおいても有効であると考えられている。ロイヤルティレル古生物学博物館の骨格プロサウロロフスの生息地である、恐竜公園層は低い川の氾濫源であり、 さらに西部内陸回路の西への海進による海洋条件の影響で沼地になったと解釈されている。当時の気候は現在のアルバータより温暖で霜もなかったが寒気と雨季があった。旧カルイが支配的な林間植物で仮想にシダ木星シダ、喧嘩植物が生えていた。ピーマキシマスはこの地層のより海洋の影響の強い上層のみから知られており、 仮想からは知られていない。この層における最も一般的なハドロサウルス、赤であり、堆積時期は7600万年前から7400万年、前である。恐竜公演層は、角のある、セントロサウルス、スティラコサウルスやカスモサウルス、カモノハシ恐竜の仲間であるグリポサウルス、コリトサウルス、ランベオサウルスや、パラサウロロフス、ティラノサウルスカのコルゴサウルス、 走行したエドモントニアやエウオプロケファルスの生息地でもあった。おおよそ同じ時代であり、ピー・ブラック・フィテンシスの生息地であった。ツーメギ・シン・ルイ・では、ハドロサウルス類のヒッパクロサウルス・ステビン・エリア、マイア・サウラ、トロードン科のトロードンなどの恐竜の巣や、卵、幼体の化石で、大変有名である。ティラノサウルス科のダスプレトサウルス、カエナグナトゥス科のキロステノテス、 ドロマイオサウルス科のバンビラプトルやサウロルニトレステス、走行したエドモントニアやエウオプロケファヌス、ヒプシロフォドン科のオロドロメウス、そしてツノリュウのアケローサウルス、ブラキクエラトプス、エーニオサウルス、スティラコサウルスオバトゥスも生息していた。この層は、恐竜公園層よりも、西部内陸回路から離れ、高く乾燥していた。プロサウロロフスは、ハドロサウルス類であり、 咀嚼に類似のすりつぶし運動を可能にする洗練された頭骨を持つ大型草食動物であっただろう。葉は継続的に抜け替わり、何百もの歯が詰まったデンタルバッテリーに詰め込まれていて、一握りのものだけが常に使用されていた。植物は広いくちばしで刈り込まれ、頬に似た構造の顎の中に広げられたのだろう。接触は、 地上から4メートル程度の高さで行われたようだ。他のハドロサウルス類と同じように二足歩行、四足歩行いずれでも移動していた可能性がある。プロサウロロフスと現世の鳥類や、爬虫類との胸膜臨比較から周皮行性であることが示唆される、つまり短い間隔で終日活動したようだ。すでに述べたように、ボーンベッドの証拠からこの属は、一年のうち少なくとも一部の、 間は群れで生活していたとされる。さらに、社会的環境でのディスプレイのための潜在的な方法を持っていた。顔の骨質の土坂は明白な候補であり、噴部の形質も存在したかもしれない。これら形質が土坂に隣接する深い開作と鼻空に、向かってのビルが何か膨張性の難組織の袋を形作ることを仮定する。このような袋は、 視覚と聴覚の両方の信号を使用することができる。ありがとうございます。